チェーザレベッカリーアチェーザレベッカリーアはイタリアの法学者、経済学者、啓蒙思想家、ミラノの公爵の家柄に生まれる、パルマのイエズス会寄宿学校に学んだ。その頃は数学と人間科学が彼の関心を占めていた。1762年、ミラノ国の貨幣の混乱とその治癒作についてという論考をルッカで出版し、著作家として頭角を表す。 ついで友人たちと協力してカフェと題する定期観光物を編集し、イギリスの読者の注目を引くことができた。1768年からミラノ大学の法学と経済学教授となり、講義中にアダム・スミス、マルサスの経済理論に近い見解を示した。1790年にロンバルディアの民法、刑法改正委員会に所属する。行政官としては穀物租税。 貨幣改革、重量と尺度、人口表などについて報告し、意見を提出している。2ヶ月で完成させた、諸、犯罪と、刑罰でイデリットキイーデッテペネで、拷問都市経営の反対論を主張し、教育により、犯罪を防止すべきであるととき、ボルテールやロシア皇帝へカチェリーナに世いなどに、称賛されている。社会政策の思想では、 モンテスキューの流れを受け、ベンサムに影響を与えたと考えられる。哲学的な言語論と文体論である、ライス・イントルのアラナ・ツーラ・デ・ロス・ティーレ、1770年も有名。犯罪と刑罰の最初の完全な法約は1929年に、ハザハヤ82の訳によって出版された。経済学の著書では、公共経済学の所要素、 エレメンティリエコノミアパブリカが1997年に翻訳されている。ありがとうございます。